こんにちは、荒木和弘です。この映画、ご存知でしょうか？これ、シルミドという映画でですね、韓国の、映画としては、首里の次にヒットした、まあ、韓流ブームの本当先駆けみたいな映画です。ソルギョングとかアンソンギっていう、まあ、一流どころの俳優が、出てます。で、これですね、事実をもとにして、結構最後の方で歪曲してるんですけども、どういうことかというとですね、1968年の1月21日、韓国の当時のパク・チョンヒ大統領を暗殺しようとして北朝鮮のゲリラが、入りました。で、まあ、大統領官邸の裏庭、裏山、プガクさんって言うんですけど、そこのところまでですね、来て、まあ、鎮圧されたという事件です。31人の、まあ、その特殊部隊が入ってきて、結局、1人だけ逃げてですね、これは後に人民武力部長なんかになるキム・ヨンチュンだというふうに言われてますけども、そして、1人が生け捕りになり、残りは全部射殺されると。まあそういうような事件でした。で、捕まった、生け捕りにされた隊員がですね、記者会見の場に引っ張り出されて、浸透した目的は何かと聞かれてですね、パクチョンヒ、モガジ、タロワ、スダって、これは、まあ、北朝鮮の方言でですね、まあ、要は、パクチョンヒの首を取りに来たっていう言い方をしたもんで、まあ、結構、韓国社会へのショックが大きかったんですね。朝鮮戦争の休戦がやっと15年前の話ですから、15年前って今から、だとすると15年前っていうのは2009年ですよね。まあ、というような、もう、本当直近とも言える時期で起きたことなんで、韓国の社会に非常に大きな衝撃を与えました。で、お前何やってんだということで、当然大統領は怒るわけですね。で、しかし、まあ、ここにはですね、いろんなことがあって、で、まあ、韓国はどうするかと。もうそんな専守防衛なんてこと言ってられません。ね、これもう日本みたいにですね、まあどうせできもしないんだけども、専守防衛って言ってなんとなくごまかしてたわけじゃなくて、もう本当に、もうすぐな、40キロぐらい先に敵がいるわけですから、いつ何やるかわかんないということで、で、何をやったかというと、要は同じことをやり返すというのをやりました。で、韓国の中でも特殊部隊を陸海空軍全部作ってですね、そして、北に送り込むんですね。で、ただし、正式の軍隊の部隊を送り込むと休戦協定違反になるので、軍籍のない人間を使ったと。まあ、映画の中では死刑囚とかそういうのを使ったことになってますけども、まあ、これはちょっと、話がオーバーで、まあ、そこら辺のごろつき集めてきて、で、インチョンの空港の、まあ、沖合の本土にある、シルミドという、この映画のタイトルですけども、そこに、まあ、基地を作ってですね、で、そこで訓練を行うということでやった。で、しかし、結局ですね、その後、南北の関係が、まあ、比較的和解ムードに一時期なったんですね。で、この部隊使わなくなったと。で、映画ではもうその部隊を抹殺してしまいということで射殺命令が出て、で、それを知った隊員たちが反乱を起こしてバスに乗って大統領に今直訴しようとして、ソウルの市内へ向かって途中でバリケードで封鎖されて、で、最後は、まあ、手榴弾で自決すると、まあ、そういう話になってるんですね。で、実際はちょっとそこもそんな話ではなくて、待遇が悪くなっちゃったと。まあ、要は、使わないから、まあ、それまで一生懸命こう、ちゃんと壊してたのを、まあ、だいぶ、こう、だんだん食うものもですね、悪くなってくると、待遇悪くなってきたって、それで待遇改善を求めて、バスジャックをしてですね、で、大統領に直訴しようとしていったところ、やっぱりバリケードで止められたのは実際なんですけども、で、全員が死んだわけじゃなくて、まあ、ある説によると、その、バスの中でですね、手榴弾でキャッチボールやってる間に、それが爆発しちゃったという話もあります。で、まあ、残ってた人間も、まあ、全員、まあ、死刑になりましたから、それでも、話はおしまいということに、なった、ということなんですね。で、さて、もう一方、北朝鮮の方は、この、韓国社会にすごい衝撃を与えた部隊だったんですが、作戦計画がものすごいずさんだったと。最初はですね、5カ所か6カ所、まあ、5、6人ずつに分かれて、行く予定にして、
いたんですけども、なんか途中で大統領官邸一つになったと。で、これ韓国の中央情報部室っていう、まあ、今の、国家情報院に当たるもんですが、昔中央情報部と言ってました。で、そこの、歴史の本の中に出てくる、これもですね、まあ、中央情報部の本なんで、どこまで本当かわかんないんですけれども、まあ、真面目にですね、こう書いてあるのは、もう途中で、例えばコードブックを、暗号の、コードブックをですね、どっかやっちゃって、で、上を、暗号は、通信は飛んでんだけども、何言ってるかわかんないというような話とか、あるいはですね、まあそもそも、山の尾根沿いにこう、伝ってきて、最後でバッと入るっていう予定だったんですけど、途中でめんどくさくなって一般道に降りちゃったと。で、そこで検問で見つかったと。いうような話とかですね、いろいろありました。で、この中央情報部紙に書いてあったの極め付けはですね、31人にした理由っていうんですね。これはですね、いざ、途中で、意見が分かれた時に、偶数にしとくと、半々になっちゃう可能性があるんで、それで、31人にしたという話が書いてありました。まあ、でも、ともかくですね、やっぱり計画自体がずさんだったことは間違いないようです。で、なおかつ、これでですね、大統領官邸を襲撲して、例えば、朴正煕大統領の暗殺に成功したとしても、何をやるかって決めてない。で、例えば、大統領暗殺、まあ、それはいいとは言いません。暗殺したと。で、それをきっかけにして、混乱しているときに、一気に南進するっていうのは、まだ話はわかるんですけども、そうじゃなくて、ただ、大統領をやるというだけの話ですね。これは韓国の元暗記部にいた方がですね、これについて、まあ要はヤクザのデリートと同じようなもんだというようなことを言っておりました。まあその程度のことだと思います。でも、その程度のことのために南と北のですね、若者たちが命を捨てていったと。まあそういうこともあったんですね。本当にこの北朝鮮の工作活動っていうのは、もうマイナスの、もう何のプラスも生まなかった。本当にだから統一をするっていうんだったらまだ意味はわかりますけども、そういうものでもなかったということなんです。まあ本当に南北の亡くなっていった方々にはですね、もう本当、もう、まあ御霊安かれと祈るしかありません。まあしかしともかく、まあ歴史の一つの一コマとして我々は忘れてはいけないんではないだろうかと、まあそんなこと思います。今日もありがとうございました。